40歳の友達と20歳の学生の彼女がうちに遊びに来てくれましたと、一緒に飲みましょう。はい、でね、今日はね、お祝いです。2人に赤ちゃんがいますということを、産婦人科で確認してからその足でここに、寄ってくれましたと。はい、はっきり言って偉い、ポーンって病院で検査して、そしてここに来て、できてたよ、乾杯ってやるのは偉い。もちろんうちはね、もっと前から知ってたよ。簡易検査で子供がいるんじゃないかってことは、一月ぐらい前から知ってたけど、ね、ちゃんと確認していきましょう、つって確認してきました。そして子供がいます。はい、乾杯。ね。それをすぐ友達に言う。周囲の人間に言う。ね。ここが大切なんだよね。うん。ここでね、ここで隠しちゃうのと隠さないのとでは、すんげえでかいんだよ。嘘だ、そんなでかくないでしょつって、違うんですね、でかいんですね。ここで隠すとつけ込まれるね、ズラみたいな感じ、あいつズラだぜみたいな、隠してるぜみたいな、ね、何も悪いことしないんだけど、隠すとつけ込まれる、ね、なんでかっつうと差別的だから、ね、噂好きだから、でね、歓迎ムードじゃなくなっちゃうよね。まあ、いちいちさ、説明する必要もないのかもしれないけど、まあ、簡単に想像するとさ、まあ、病院からポンと出てきて、ね、おい、ちょっとさ、聞いてよ、つって、子供できたんだよ、つって、俺事で悪いんだけど、でもお前にはちょっと言いたくてさ、とかって、言われるとさ、おお、俺に伝えてくる？このタイミングで、この速さで？って、おお、おめでとう、つってさ、お前、なんだかんだつって結構いろいろアドバイスしてくれて、俺ためになってんだよな、とかって、言われたらさ、ああ、俺なんかいいことしたのかもしれないな、って、ね、気分ね、自負心が上がるよね。でも逆にそこで隠されるとさ、ね、1年後ぐらいにさ、あれお前何これ子供じゃんつって、ああ実はさって、生まれたんだよって、なんで言わねえのつってね、あ言わねえんだなつって、信用してねえんだなつって、歓迎気分には当然ないよね。そうしてさ、そういう風に歓迎気分じゃなくても生きていけちゃう人間の周りには、そういう気分で生きていけちゃう人間が集まってんだよね。それ問題なんだな。そういう人間が集まっちゃう。で、その環境で子供を育てていくとなるとね、超むずいよね。俺もそうなんだけど、俺も非常にこう厳しい環境で子供を育ててるなーっていうふうに自覚してる。まあ言ったらとんでもない大きな愚痴になってしまうんだけど。普通に育つわけねえよな、この環境でってふうに、毎回思ってる。はい。今ね、写真見てます。これはね、マリファナの写真だね。最近医療大麻のさ、あれが増えてて、山にこもってこう、何大麻をこう、あれしてる人がたくさんいるんだよな。で、うちの常連客も、ね、彼女もおばちゃんなんだけど、ここから何キロか行ったところの山にさ、大きな土地を持って借りて、そこで大麻を、医療大麻を栽培して、ね、で、オーガニックだなんだっていうプレゼンテーションを今聞いてたね。で、一緒に栽培しようっていう感じなのかな。うちでもさ、チョントンっていう田舎町に、大きな土地を持っててさ、そこで何植えるって今考えてるところだから、いやいや、絶対ね、大麻だよっていう話なんだよね。そんで、その、うちらの農園の目の前に、その町で一番大きな病院があって、そこでちょうどその、収穫した大麻を売れるらしいんだよね。本当かよって思うんだけど。まあさ、栽培するかどうかは別として、この変化の速さに驚くね。もう完全に悪いもんだってイメージは急になくなった。今年に入ってからぐらいかな。まあ遠くない未来ね、チェンマイの主要の産業になってますよ。みんな、ね、マリファナ持ってチェンマイに現れて瞑想したり、ね、ヨガやったりオーガニックやったり、ね、まあそういう将来をみんな夢見てるなってのが、うっすらわかるね。話しててプレゼン聞いてて、ああなるほどねつって、まあみんな好きなんだろうね。まあそれは止めません。はいはいはい。